こんにちは。今日の講義は書籍ルルブスリランカです。この書籍はスリランカという美しい国を訪れるためのガイドブックで、特に女子旅におすすめの情報が満載です。スリランカは飛行機で約10時間の距離にあり、仏教文化が根付いた秘境ともいえる場所です。大自然に囲まれたこの国には、世界遺産やアーユルヴェーダ、絶品のカレー、可愛らしい雑貨など魅力的な要素がたくさんあります。著者はスリランカの人々の温かい笑顔や優しさが旅行者にとって忘れられない思い出になることを強調しています。本書の構成はスリランカの主要な観光地や体験を詳しく紹介しており、特にシギリアロックの特集が目を引きます。シギリアロックはその美しい景観と歴史的価値から多くの観光客が訪れる場所です。ここではロックの主な見どころや登る際の注意点が詳しく解説されています。またキャンディという街も紹介されており、ここでは世界遺産のブッシジや紅茶、地元の雑貨やグルメ、さらにはキャンディアンダンスといった文化的な体験が楽しめます。キャンディからはピンナワラやヌワラエリアへのアクセスも可能で、これらの地域の魅力も紹介されています。さらにスリランカには多くの世界遺産があり、ダンブッダ石窟寺院やアヌラーダプラ遺跡群、ポロンナルワ遺跡群などが含まれています。これらの遺跡はスリランカの歴史を感じることができる貴重なスポットです。また首都コロンボのフォートペタ地区では、街歩きや地元の雑貨、スーパーでの買い物、グルメ、カフェやルーフトップバー、さらにはスパやバワ建築巡りといった多彩な楽しみ方が提案されています。ゴールという街も特集されており、ここでは世界遺産の街歩きや雑貨、グルメが楽しめます。リゾート地としてはアーユルヴェーダリゾートやバワ建築リゾートが紹介されており、リラックスしたい旅行者には最適な選択肢が揃っています。最後にスリランカの歴史や食文化、占いやジュエリーといった情報も盛り込まれており、旅行者がより深くこの国を理解できるような内容になっています。このようにスリランカの魅力を余すところなく伝えるガイドブックであり、特に女子旅にぴったりの情報が満載です。アーユルヴェーダ体験や美しい自然、文化的な体験を通じて日常の喧騒を離れ、心身ともに癒される旅を楽しむことができるでしょう。スリランカを訪れる旅行者にとって有益な情報がさらに豊富に含まれています。特にアーユルヴェーダについての詳細なガイドがあり、これはスリランカの文化や伝統を深く理解するための重要な要素です。アーユルヴェーダはスリランカの伝統医学であり、心身のバランスを整えるための療法として多くの旅行者に人気があります。本書ではアーユルヴェーダの施術を受けられるリゾートやスパの情報が詳しく紹介されており、施術の種類や体験談も掲載されています。特に日帰りで体験できるプランや短期間で滞在できるリゾートの情報は忙しい旅行者にとって非常に便利です。また食文化に関するセクションも充実しています。スリランカの料理はスパイスの使い方が特徴的で、特にカレーは多様なバリエーションがあります。本書では地元のおすすめレストランやカフェ、ストリートフードの情報が掲載されており、旅行者が本場の味を楽しむためのガイドとなっています。例えばスリランカのカレーはココナッツミルクを使ったものや野菜をふんだんに使ったヘルシーなものがあり、食事を通じてスリランカの文化を感じることができます。さらにスリランカの歴史や文化についての解説もあり、観光地を訪れる際にその背景を理解する手助けとなります。スリランカは長い歴史を持つ国であり、仏教が深く根付いているため、寺院や遺跡を訪れる際にはその歴史的意義や文化的背景を知ることが重要です。本書では各観光地の歴史的な背景や訪れる際の注意点が詳しく説明されており、旅行者がより深くスリランカを理解できるようになっています。またスリランカの人々の生活や習慣についても触れられており、地元の人々との交流を楽しむためのヒントが提供されています。スリランカの人々は非常に親切で、観光客に対しても温かく接してくれます。地元の市場や祭りに参加することで、よりリアルなスリランカの生活を体験することができるでしょう。本書ではそうした体験を通じて得られる思い出や地元の人々との交流の楽しさについても言及されています。さらに
旅行の計画を立てる上で役立つ情報も豊富に掲載されています。交通手段や移動方法、宿泊施設の選び方、さらには旅行中の注意点など、旅行者が安心してスリランカを旅するための情報が網羅されています。特に公共交通機関の利用方法やタクシーの利用時の注意点などは、初めてスリランカを訪れる人にとって非常に役立つでしょう。観光情報だけでなく、文化や食、歴史、そして旅行の実用的なアドバイスが詰まった一冊です。スリランカの魅力を余すところなく楽しむためのガイドブックとして、旅行者にとって非常に価値のある情報源となることでしょう。スリランカを訪れる際にはこの本を手に取り、心に残る素晴らしい旅を計画してみてください。読者はスリランカの魅力を存分に味わうことができます。この本は旅行の計画を立てる際に非常に役立つ情報が豊富に詰まっており、特に初めてスリランカを訪れる人にとって心強いサポートとなるでしょう。具体的には観光地の詳細な説明やアクセス方法、周辺のおすすめスポットなどが詳しく紹介されているため、計画を立てる際に迷うことが少なくなります。これにより効率的に観光を楽しむことができ、貴重な時間を最大限に活用することが可能です。またアーユルヴェーダやスリランカ料理に関する情報が充実しているため、旅行者は現地の文化を深く理解し体験することができます。このようにただ見るだけでなく感じることができる旅が実現します。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心と体の健康は互いに密接に関わっており、どちらか一方が不調であれば全体のバランスが崩れてしまうからです。健康な体は明晰な思考を助け、逆に健全な精神状態は体の健康を促進します。だからこそ読書や勉強で知識を深めるだけでなく、日々の生活の中で体を動かし栄養バランスの良い食事を心がけることが重要です。ここで健康管理とダイエットに特化した素晴らしいサービスをご紹介します。それがライザップ結果にコミットプライベートジムです。このジムでは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングが提供されており、個々のニーズに合わせたオーダーメイドのプログラムが組まれます。これにより過去にダイエットやジム通いが続かなかった方でも継続しやすくなっています。トレーナーはトレーニングだけでなく食生活やメンタルのマネジメントも行うため、総合的な健康管理が可能です。またライザップは30日間無条件全額返金保証を提供しているので、初めての方でも安心して始められます。トレーニングは1日50分、週に2回の無理のないペースで行われるため、忙しい方でも取り組みやすいのが特徴です。さらに無料カウンセリングも実施しており、トレーニング開始前に自分に合ったプランを見つけることができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、人目を気にせず集中できます。マンツーマントレーニングなので、これまでダイエットやジム通いが続かなかった人におすすめです。トレーナーが作るあなた専用のプログラムにより、無理な食事制限なしで食べられるダイエットが可能です。健康的に痩せ、理想の体を手に入れられ、リバウンドしにくい体作りが目指せます。30日間無条件全額返金保証があるため、安心してトライできます。テレビ CM 結果にコミットするで話題のパーソナルトレーニングジムとして自信を持ってご案内させていただきます。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。